エンテロバクタクロカプロテウスミキシフシャンズズの2つの試験管には、それぞれ異なる微生物を培養していた V4 培地が入っている。フォーゲスプロスカウエル試験が行われ、両方とも発色している。左は陽性反応、右は陰性反応を示す。フォーゲスプロスカウエル試験とは、微生物を培養した V4 培地からアセトインを検出する際に用いられる試験法である。 V4 倍値の一部を金液として、フォーゲスプロスカウエル V4 倍値に加え、アルファーナフトールと水酸化カリウムを加える。赤の定食が陽性、黄色、茶色の定食が陰性を示す。フォーゲスプロスカウエル試験は、大腸筋動腸のための4つの確定試験である、イムビッチ試験の1つである。残りの3つは、インドール試験、I、メジルレット試験、M、クエン酸脂を利用試験。 C である。VP 試験によって検出される細菌、陽性反応を示す細菌には、エンテロバクター属、クレブシエラ属、セラチアマーセシンズ、ハフニア,アルバ、ビブリオコロリバイタイプエルター、ビブリオアルジニリティカスなどがある。陰性反応を示す細菌には、シトロバクター属、セキリキン属、エルシニア属、エドアージエラ属、サルモネラ属、ビブリオファーニシー。 ビブリオフラビリス、ビブリオバルニフィカス、ビブリオペラーマリタカスなどが含まれる。細菌を含むほとんどの生物は解凍系でグルコースからピルビン酸を生産する。腸内細菌の一部はピルビン酸を出発物質としてブチレングリコール発酵を行う。この発酵経路は最終産物として二酸化炭素と水素分子を5、1で排出し、かつ ブチレンとグリコールを酸性する。そして、この発酵は、ピルビン酸のアセトイン縮合を伴い、中間物質として、アセトインを酸性する。アセトインと酸素分子、VPC 薬に含まれる水酸化カリウムは反応し、赤色のジアセチルが合成される。このため、腸内細菌のブチレングリコール発酵群は、VP 試験によって判別することができる。アルファナフトールとクレアチンは、 ジアセチル合成のための酸化促進剤として働く。発菌線を用いて、コンタミネーションしないようにしながら、培地から微量を釣り金し、VP 試験用の培地に植菌する。培地は、下記の VP 反流動培地か、メチルレット試験も可能な MRVP 培地を用いる。VP 反流動培地では、摂氏37度で18から24時間。 MRVP バイでは28摂氏30度で24から48時間培養する。反流動体バ地の表面にまず A 液を1トル、次に B 液を0 2トルほど加え、激しく浸透する。この順番を間違うと、陽性反応が弱くなるか、偽陰性反応が生じる。通常、15分ほどで明瞭に定食が現れるが、1時間後に、 試験結果を判定する。ユシニア族は、生育温度によって反応が異なるため、VP 試験の際は2本の培地に摂取し、それぞれ22摂氏25度と摂氏37度で48時間以上、培養して判定する。VP 反流動培地の蘇生ーゲスプロスカウエル、試験は、ドイツのロベルトッホ研究所の細菌学者の、ダニエル・ビルヘルム・オット・ボジェスト・ベルンハルト、 プロウスコウアによって1898年に開発された。ありがとうございます。